これはある家族の物語でございます。その家族というのは勤勉な父と、そして昼間パートで働きながら子供たちの世話を一生懸命してご主人を支えて、本当に家族というものを大切にし、お子さんたちもそんなお父さんお母さんの姿を見て本当にありがとうという気持ちを持ちながら生活をしていた、ごくごく当たり前の家族。そんな家族があることをきっかけに、まずお父さんがどん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 と心を沈ませてしまっていく。あれだけ一生懸命勤勉に働いていたのに、会社にも休みがちになり、会社での評判も落ちていく。お母さんはなぜか病気がちになってしまい、パート先で人間関係のもつれからついにうつ病にまでなってしまう。そんな中、子供たちは、上のお子さんが一生懸命頑張っていたバスケットボール部、その部活に一生懸命頑張っているのに、練習途中で膝の靭帯を切ってしまって半年絶対安静の状態になってしまった。もう部活で試合に出ることができない。心がすさんでしまって夜遊びをするようになる。下のお子さんは学校で転校してきた子供にいじめにあってしまい、ついには不登校になってしまう。あれだけ幸せに暮らしていた家族たちが、なぜか、どん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 不幸のどん底に、まるで暗闇に吸い込まれるように、落ちていってしまう。その家族、お父さんから私に霊視の依頼がありました。そして何か原因はありませんかということで、しばらく私とお話ししたときに、ようやく伝えていただいたのが、ある霊能者さんが主催をした深夜の廃墟ツアー、肝試しツアーなるものに家族で行っていたということが分かりました。その廃墟というのは神奈川県にある有名な廃墟、連続殺人鬼が
殺した被害者をその廃墟に持ち帰り、解剖をして焼却炉で燃す。バラバラにした体をまるでオブジェのように飾って喜ぶ。そんな本当にありえないような噂が広がっている廃墟でした。実際に事件としてそのようなことがあったわけではないので、それはあくまでも都市伝説、噂の類だろうということで、廃墟ツアーに出かけていた。その廃墟、先ほど申し上げた事件、そのような悲惨な事件はもちろんありませんでしたが、なぜか廃墟ツアーに出かけていき、心を病んで家族がボロボロになってしまうという、一人で参加した人も自ら命を絶つ人が絶え間ない。そのツアーを組んでいた霊能者、その霊能者というものも自ら命を絶っていた。遊び半分で行った家族の娯楽の一つである肝試し、そんな肝試しに出かけて行ったがために家族がどん底まで落ちてしまったというお話でございます。現在そのご家族は私と交流をいたしまして、元のようにとは参りませんけれども、気持ちを晴れやかに過ごすことができております。肝試しで行く場所、一つ間違えるととてつもない不幸が襲ってくるかもしれないというお話でございます。